ではですね、ここからはオンラインサロンの、はい、あのメンバーの方しか見れないやつです。先ほどですね、そのテレビ界でヘラクレスとかね、アポロンとかよくそういうものとか、ペルセウスとかそういう系で、ものとかあったんですけど ね、映画とかで、あれ、ツーのボディービルダー雇ってたんですね。ミスターオリンピアって知ってますか？ミスターオリンピア、もちろんもちろん。当然知ってるでしょ？もちろん、もう最高峰のね。1970年以来ですね。はい、ミスターオリンピアで、から8回優勝し、1978年にギネスブックにも載った凄まじい男がいたんですよ。あれでしょ、ミスターオリンピアでシュワちゃんでしょ。そうです、シュワルツ、ミスト、アーノルド・シュワルツェネッガー。私アーノルドに出てたんですけど、ぜひその世界最高の筋肉、もうギネスにも載った世界最高の筋肉をぜひ、コナンというと日本だと未来少年だったり、名探偵だったり、名探偵かなって。コナンというと欧米圏ではコナン・ザ・バーバリアンっていう、ヒロイックファンタジーの伝説の勇者があって、で、コナン・ザ・バーバリアンは1982年に俳優で映画が撮られてるんですが、その時のキャスティングにやっぱり世界一の筋肉を持った男をと言われて、シュワルツネッガー氏が、アーノルド・シュワルツネッガーが起用された。そうさ、日本でもあって、うん、割と1995年か96年に、うん、超兄貴っていうゲームがあって、一世風靡したんですけど、その時にやっぱり超兄貴ってミスター、当時のミスター日本のね、実は自分の先生なんですよ、トレーニングとポージングな、だから私の方髪の毛のさばき方とか実はその先生、ゆずきだね、ゆずきだね、いや先生考えたからみんなが「ええー!」とかっ、ね、て言ってるんですけど、そうそう、だから何だろう、俳優さんに頼むんじゃなくて、で俳優さんが体作りやっても間に合わないから、間に合わない、 筋トレね、だったらプロで演技はできなくてもプロを頼むんだ。そうです、超兄貴もそう、ミスターもそう、ね、で映画もそうだった。そうなんです。で、シュワルツネッガーはそれで大人気で、次にオファーがあったのが、あれですね、タイタニックの監督の、ターミネーターですね。あ、そうなんだ。ジェームズ・キャメロン。ターミネーター。そこではターミネーター最初悪役だったじゃないですか。うん、悪いね。で、僕はあれはね、オタク学的にすごいなと思うのは、はい、当然大ヒットしたから続編を作る、うんうん、続編を作るときにターミネーターをもうシュワちゃんの形で決定してるわけじゃないですか、はいはい、作品の世界設定の中では、うん、会社が作るターミネーターはシュワちゃんの姿をしてると決まってるわけじゃないですか、うんうん、にもかかわらずシュワちゃんが、うん、出演するにあたって出した条件が、うん、悪役にしないこと、人にも人を殺さないこと、世界最高峰のミスターオリンピアですから、そう、それは悪役ばっかりやってられませんよ。ただの人じゃないからね。でもターミネーター2はみんな見たように、うん、あえてそこに T1000 っていう上位互換のターミネータードロドロになるターミネーターも作って、でシワちゃん型のターミネーターは現代で改造されて少年を守るっていう、設定することによってキャラクターを変えることなく、世界観をねじ曲げることなく、シワちゃんは正義のヒーローとしてターミネーターの主役を張ったんです。今ね、女性のターミネーターはね、なってるんですけどね。でもやはりそのスターとしてはコナン・ザ・バーバリアンであり、やっぱり彼のギネスブックに載った筋肉っていうものがどれだけそのようであったかっていうことが、その礎になってるっていうことで、はい、こういうところでもね、やっぱり日本のボディービルダーはい、いる人たちも今そういうところで4日タレントとして、はい、ミスター日本になりました、ね、なりました、ね、タレント活動本物ですからね、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。あとは超人ハルクの初代の人も、うん、はい、実はあの人ボディービルダー そうです。でシュワルツネッガーとライバル、はい、そうです、ね、耳が聞こえない、それだから映画に出続けられなかったですね。あ、耳が聞こえないから、どうしてもお父さんと一緒にお父さんと一緒にトレーニングしてて、お父さん痛いから、そうだ、だからそういうことも含めてやっぱり闇も深いけれども、やっぱり栄光もやっぱそこにはあるっていうことで、本物ね、だからエクスペンダブルズとか今見ますとね、やっぱ歴代のそういった筋肉系の俳優さんたちがみんな揃ってすごいなって思いますからね。でも本物だったんだって思ったのに、私はほら子供の時なんかシュワルツネッガーって俳優さんって思ってたんで、ね、だけどあの人別に俳優じゃなくてプロのボディービル
ボディービルの世界に入ると、うん、伝説レジェンドだった。レジェンドね、もう、うん、この人すごいんだよね、うん、連覇してて、でもシマちゃん超えられてる人もいないんじゃないですか。いまだにない。未だにない。未だにない。未だにない。だってギネス乗っちゃってるんだから。ああ、そうですか、ね。うん。ロニー・コールマンもそこまで行ってない。行ってないです。うんうんうん、すごいですね。それは知らなかったですね。うん、というようなことで。という話をね、して。でも、ボディービルダーで結構俳優で起用された人が何人かいて、まあ、西脇美智子さんもそうね。ああ、そうですね。西脇美智子さんは、東映のヒーロー特撮でも、実はゲスト出番があったり。私なんか見てた天宮啓太監督のやつでも出てたし、子供の時も、ね、見たことがあるんですけど、あとはなんか一発屋のなんかこうカップリビルダーの人とか、ムキムキマンって言われてた。ああ、ムキムキマンね。あの方も東映特撮で超人気メタルガーっていうレギュラーやってました、ね。悪役の組織なの、いつもムキムキやなんだ。コマーシャルとかに昔出てました、出てました。で今ね、ボディービルで一緒にポージングアカデミーってね、ポージングでグループレッスンがあるんですけど、いや子供の時にムキムキマン見てたっていう話を教えてもらってムキムキマン今何やってんだろう、何やってんだろうね、何やってんだろうね。そこはちょっとバーカのやってるので、ちょっと悲しい現実が市議会ですね、そう、市議会失敗しちゃって、いやあれね、本当はね当選してたんだけど、みんな名前書くときに本名じゃなくてムキムキマンって書いて落ちちゃったのよ。そう考えたらシュワルツェネッガーさんってすごいね、議員になりましたし、州知事になりましたし、俳優にもなったし、本人役にもなったし、で彼もともとね、私は知らなかったんですけど、オリンピアに来る前に別団体の、まあ、イギリスの地域 の、 まあ、あの大会だったね、そこのチャンピオンだったんですよね。 それがミスターオリンピアの方にアメリカの方にスカウトして、なんかスカウトして呼ぶときに、アメリカの大学の学費まで出すからうちの団体に来てよって感じらしい。シュワちゃんはオーストリア時代、オーストリアのカシノを切ってますんですよ。キックレーン、オリンピアンのところ、それぐらいもう伝説っていうか、そういう通り内を通ってるんですね。すごいですね。そういう話もですね、これからね、どんどんね、していきますので、話がね、取り留めもないんで、まあ、一応分けて、皆さんが切り抜きチャンネルじゃなくてもないけど、分かりやすくテーマ別に話していきますので、はい、よろしくお願いします。ですね、まあ、ぜひトレーニングもね、興味があったらやってみてください。また時間があったら。はい、ではね、またねー。